どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。ではでは、今回追加した雑談に関してです。通過事件、これは重たい系の話だったな。今は2020年11月17日で、同月3日のアメリカ大統領選の決着がついてないじゃない。もつれてるよな。今月中とかは無理っぽい感じだよな。この状況は某大陸国が大いに関係してるわよね。だろうな。もともと民主党がひどいってのもあったろうけどな。そんな昨今なので、アメリカ社会にいかに亡国が広く深く浸透してるかが如実になって、日本に関しても心配になった人が多いんじゃないかと思ってね。日本に関しても前々から言われてたことではあるけどな。でも再認識した人も多いだろうな。そうよねー。なのでここで亡国のヤバさをもっと知ってほしいと思いまして、過去の事実、今も同じようなことしてる。この先屈服したら同じような目に遭う。って言いたいんだな。何十年もかけて密かに浸透してきてるからね。気づいた時には異様にやられちゃってるかもよ。トランプさんが頑張ってるとはいえ、今のアメリカがもうそれに近いもんな。他人事ではないよな。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には、YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用いますので、チャンネル登録だけしておいていただくと安心です。事実、過去3回バンされていますので、今後もサブチャンネルを使う可能性は高いと思います。話は変わるんだけど、前々回ぐらいの雑談で RCEP の話をしたじゃない？したな。あの時はまだ署名前だったけど、もうざっくり署名しちゃったみたいだな。この先の手続きとしては、国会を通す必要があるらしいけどね。まあ通っちゃうわよね。多分だけどな。バイデンさんに祝電とかもだけど、ここ最近日本政府がやってることに違和感が多いんだけど気のせいかしら。バイデンさんの件は単なる社交辞令だと思いたいけどな。2020年の夏頃からかしらね。GoTo トラベルとか言い出した時ぐらいから、政府に対して気に食わないことが前より増えた気がするわ。さっき話の出た、某大陸国の代表を国家主席で招きたい話とかも再燃させてる政治家もいるしな。なんか心配になってくるよな。あんまり報道されないだけで、ちゃんとしたこともしてくれてるとは思うけどね。こよりの廃止とかな。続きはニコニコ動画でね。